花束ありがとうございます。本当に眠いんだけど。ああ、今日も安定に眠いです。あ、朝顔ありがとうございます。朝顔、うん、朝顔ファイト、ありがとうございます。すごい、やばい、毎日言ってるけど本当に眠たいです。今日はバラありがとうございます。体調優れないのでまた気をつけてください。気をつけて、あのゆっくり、あのお休みください。かわいい、ありがとうございます。今日から1週間頑張りましょう。皆さん今日月曜日ですね。あの私本当曜日感覚がなんか狂っちゃって全然あの分かんなくなっちゃいました。曜日が今日はすごい今日は月曜日でしたね。セミ鳴いてる？本当に鳴ったかな、覚えてない。鳥が鳴いてる、なんか鳴いてる気がするねえ。本当に週始まりでした。なんかあんまり曜日感覚、レッスンがあるとね土日も動くから全然感覚ないです。今週は木曜から4連休。うん？あ、そうなんだ。え？え？へえ。連休、うん、おはようございます。あ、テロップ忘れてた。海の日か。あ、なるほど。なるほど。あ、ビギナーさん。ヤッホーで、ヤッホー。おはようございます。ちょっと、眠すぎてやばい。あ、ありがとうございます。もう足やばい。足やばいし、腰やばい。連休関係なく仕事です。頑張ってください。頑張ってください。
いやもうずっと眠たいです。またチョコちゃん来たんだけど、待ってくださいね。ちょっと待って、カメラ移動しまーす。よいしょ。チョコちゃんが乱入しました。時間ありがとうございます。なくなった、なくなってた。仕事行ってきます。あ、行ってらっしゃい、頑張ってください。皆さんお仕事頑張ってください。なんか話しようと思ったんだけど忘れちゃった。おはようございます。昨日ね、昨日、あれ昨日って、あ、朝配信したか。昨日ほんと眠すぎて、なんか全然脳がね、脳回らないの分かりますか。なんかあんま寝てないと脳回らないじゃないですか。そんな寝てないわけじゃないんだけど、あ、タコありがとうございます。なんだろう、体力使った割には寝れなくて、寝れてなくて、眠すぎて、コンビニでミンティア買いました。ミンティア買って、で、なんかマスクしながらミンティアを舐めると、その、ここの蒸気が出るところに、なんかスースーする、あれが行くから目が覚めるよってのを、前何かで見て、だからミンティア買って、マスクしてるからここからなんかスースちょっと痛いんですけど、ここからね、なんか目に来るからちょっと目覚めるんですよね。あれ、本当に何だろう、甘いの、いつも何だろう、ミンティアって言った私はね、カルピスみたいなやつとか好きなんですけど、ちゃんとなんだろう、ミントのやつ、甘さじゃなくてちゃんとミントのやつを買いました。それぐらいには分かった。今日も多分ミンティア食べるかも。ミンティアそんな買わないんだけどね、全然普段は。こういう時に使うんですね。顔小さすぎませんか。全然小さくないですよ。本当に全然小さくないです。はい、一度に何つ、え、一つ、あ、なんかね、でっかいやつなの、ちょっと大きめのやつだから一つ。確かにコーヒーもカフェインもいいですよね。そっか、コーヒー買う手もありますね。ブラックコーヒー、なんかコーヒー飲んで運動するといいみたいな聞きました。なんか消費するのかな。ミーツキーです。ハトありがとうございます。ありがとうございます。
あ、昨日誕生日だった。あ、おめでとうございます。10歳では誰が一番顔小さいですか？もう圧倒的みおちゃんです。だからみんな口揃えて言える。うん、みんな一斉にドーンってやったらみんな同じになるぐらいみおちゃんです。はい、本当にみおちゃんちっちゃいの。なんだろう、なんか全体的にちっちゃいんですよね、小柄というか。そう、なんか手もちっちゃくて可愛い。最近誕生日だった方多いですね。皆さんおめでとうございます。あ、エナジードリンクか、なるほどね。でもなんかミンミンダハとかなんかちょっとあの味は癖がありそうなのかなっていう勝手なイメージ。美味しくはないのかなって。前髪が、仕事行ってきます、いってらっしゃい。やばい、眠た。アイスありがとうございます。あ、耳の歯苦いんだ、やっぱり苦いのね。苦いのはちょっとね苦手だから無理かもな。あ、あれか、あー、翼授ける系のやつね。なんか何？なんだっけ、翼授けるやつって。あ、あれか、なんかそういうエナジー系、エナジードリンク系は私は飲んだことなくて、なんか高校生とかってなんか私の周りの人だけかな、結構そういうカフェイン入った炭酸飲料飲んでなんか徹夜で勉強みたいなのとかよくしてる子いたんですけど、飲んだことないんですよね。レッドブルとかモンスターだっけ、モンスターだっけ、なんかそういうやつとかカンカンのやつ飲んだことない。あ、そう、なんか飲みすぎると危ないみたいなの聞いてから、あ、若い人ダメなんだ、飲んだら。あんまり良くない、あまり良くないみたいな感じですか。大人の方、大人の方はまあお体強いから。飲みたいなで味が気になるんですけど、徹夜の勉強もしないので、徹夜することもないし徹夜嫌いなので、だったら寝ちゃいますね。ちょっと脳を休めようって。ちゃんと1日1本とかしないとダメなんですね。まあ、多分飲む時ないと思いますけどね。これから本当にやんなきゃいけないことある、いやでも眠いみたいな時飲むのかな。コーヒー飲みそう。バラありがとうございます。ゆうべはもうぐっすり寝ました私は。はい、
106日ありがとうございます。花束もありがとうございます。106日達成ありがとうございます。よし、じゃあそろそろランキングを読んで終わりにします。ありがとうございます。皆さんおめでとう。よし、じゃあランキング読みます。13位、ありがとうございます。12位、ありがとうございます。11位、ありがとうございます。10位、ありがとうございます。9位、ありがとうございます。8位、ありがとうございます。7位、ありがとうございます。6位、ありがとうございます。5位、ありがとうございます。4位、ありがとうございます。3位、ありがとうございます。2位、ありがとうございます。1位、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。よし、じゃあ今日も私は頑張れます。頑張ります。はい、皆さんも体調には気をつけて頑張りましょう。うん、頑張ろう。短くてごめんなさい。頑張りましょう。うん、最近なんか食べ物のメールしかできてないから。で、食べ物今日のお昼ご飯とか昨日あげてたけど、なんかね、ごめんなさい、頭回ってなくてごめんなさい。ファイト、ありがとうございます。皆さんもファイトです。もう切れちゃう。ちょっと今日時計忘れちゃった。タイマのメールも嬉しいなら良かったです。ありがとうございました。では、あー、バイバーイ。バイバーイ。ありがとうございました。またね、明日ね。